どうも、勝ちよしです。今日はですね、まあいつも通りっちゃいつも通りなんですけれども、コーディネート動画をねやっていこうじゃないかと思っておりまして、いくつかね考えてたら、いやどうしようかねって思っているんですよ。まあその悩んでる時もまあ実際楽しかったりするんですけれども、同じトップスでも同じボトムスでもスニーカー関係靴関係変えるだけで随分雰囲気変わったり、今日はこっちの気分だけど、まあまあちょっと前はこっちだったけど今日はこっちの気分だなとか、まあいろいろあるじゃないですか。まあ、そういったねことを考えるのがファッションって楽しいな、自由だなっていうふうに思っているんですけれども、ということで、まあねいつも通り向こう側に移動して、まあこういう感じで、ね、撮っていこうと思いましてのことなんですが、あとね、あのインナーアンダーウェアって僕重ね着してるじゃないですか。これって何ですかっていうのは、まああるので、いきましょう。こちらです。無印良品のまあ、パックティーですね。2枚組のパックティーでございます。でこれがですね、薄手っていうか普通のタイプが990円のタイプがあるんですよ。でこれが、1490円の気持ちこう肉厚のタイプでございまして、これがほんとね肌触りというかね、もうほんと着心地がいいんですよ。確かにこれからの季節、まあ、いわゆる T シャツ2枚着てたら暑いのは暑いけれども、まあね、僕昔からそれしてるんで慣れてはいるんですが、この無印良品のねこの厚手のねパックティーはね非常にね個人的にはおすすめっていうかね、まあ2セット4枚をねずっと回してるんですけれども、まあなかなかねこう毎日着てねガシガシね洗ってはいるんですが、まあ丈夫なんじゃないかなと思います。だからワンシーズンっていうか、まあ1年間まあ着てまた新しいのに買い替えるっていうスパンでいいのかなと思ってるんですが、この無印良品のアンダーウェアをいつも愛用しております。ということで、いやー未だにねこの服装でどのスニーカー靴合わせようかなって悩んでるんですが、まあいつも通りね、ながら行きたいと思います。では行きましょう。はい、ではね準備できましたのでやっていきたいと思います。で一つ目のコーディネートなんですけれども、先ほど着てた服装ですね、最近ねでもねこの組み合わせねリアルに多いです。で足元がですねニューバランス 990V4 のブラックでございます。これは本当に履きやすい、見た目もねちょっとこのゴツッとした感じがね、大好きでございます。でボトムスがですね、最近購入いたしましたノースフェイスのショートパンツでございます。この購入動画ねよかったら、あのまだ見てない方もいらっしゃったらですね、概要欄リンク貼っておきますので、よかったら見てみてください。これは本当に、ね、ものすごい履きやすい。あとね気に入っている点としては、まああのそんなにブランドのロゴが主張しないっていうのもあるんですが、洗濯した後の乾きがめちゃくちゃ早いんで、ほんとヘビロテで履いて洗濯してまっすぐ履けるぐらい、2時間もあれば多分十分乾くんじゃないかなと思いますね。でちなみにサイズが M サイズでございます。でトップスがですねシュプリームのポケット付き T シャツ、サイズが S サイズでございます。この組み合わせ本当リアルに多くて、普段の服装でですね、いや本当気軽にパッと出られるようなね感じの服装ということで、あとは根本なんだかんだでブラックコーデが好きなんですよね、個人的にね。だからはブラックアイテムでまとめたというような印象イメージでございますが、いかがでございますでしょうか。こちらが一つ目のコーディネートになります。まあこんな感じでね進めていこうと思います。では2つ目コーデいきましょう。はい、続いてですね、二つ目コーディネートでございます。このような形で合わせてみました。足元はですね、ニューバランス 990V5 のグレーでございます。これはもはやもうほんと定番だし、合わせやすさ抜群だし、もういろんなコーディネートにですね、スッと溶け込むようなデザイン、とても気に入っております。で、ボトムスがですね、オアスローファティーグパンツになります。サイズが M サイズですね。まあ、少しワイドな感じがね、特徴でございますでしょうか。ちなみにね、裾上げね、しました。結局のところ、なんだかんだ言ってですね、まあ、ずいぶんスッキリしたんじゃないかなと思います。で、トップスはですね、もはや定番中の定番。もうこれ、何枚あってもいいんじゃないか。いろんなカラーバリエーションあってもいいんじゃないかって、最近思ってきてしまっているんですけれども、ユニクロ U の、クルーネック T シャツでございます。男性、女性ともにですね、人気のアイテムということで、非常に気に入っています。でちなみにサイズがですね、私身長171センチで L サイズ、今年はね少し気持ちゆったりですね着たいということで L サイズをチョイスいたしております。まあ、このようなねシルエットが、まあ、最近のね好み一つかなと思います。でボトムスはですね、今日のねコーディネートが一応3本
一応用意したので、まあ、そのうちの1本ということでまたね、別のコーディネートでねオアスローも履きたいと思います。2つ目コーディネート、このような形になりました。やっぱシンプルいいな、シンプルコーデね好きですね。では続いて3つ目コーデいきたいと思います。はい、続きましてですね3つ目のコーディネートでございます。この足元はですねクラークスのデザートトレックをね持ってきたんですけれども、これって自分の中でふとした瞬間に履きたくなる一足で、実際履いたらやっぱりいいわって思える一足になるわけですよ。で、ボトムスがですねレッドキャップの PT32 でございます。ここにねタクが入っているので腰回りゆったり、裾の方がですね少しこう絞ってあるようなデザインになっております。トップスがですね、あ、サイズがね、ちなみにね、30インチでございます。ちょっとこうゆったりしたね、シルエットですね。で、トップスが無印良品のガゼット付きの T シャツでございます。サイズは XL サイズでございます。まあ、無印良品ね、サイズがですね、まあ少しこう、まあ小さいってわけじゃないと思うんですけれども、そんなにね、大きい作りではないので、XL サイズを選んでみました。このゆったりしたね、ダボっとしたシルエットね、めちゃくちゃ個人的に最近の好みなので、それにぴったり合う T シャツ。で、このね、T シャツのいいところは、まあ、オートミールだったかな、ナチュラルだったかな、そのね、カラーがね、めちゃくちゃいいんですよ。このね、買った時の動画は概要欄にリンク貼っておきますので、もしね、見ていらっしゃらない方いらしたらですね、こう見ていただければ、このカラーがね、ああいいなっていう風にね思っていただけたらなと思えるぐらい個人的にはすごい好きなカラーの一つでございますね。まあ、全体的にねゆったりしたダボっとねしたシルエットはシルエットなんですけれども、まあ、シンプルでね無地のコーディネートっていうことで、まあうん、なんていうかなこう、まあ、最近のこの自分の好みに、まあ、ズバッとストライクみたいな感じでですね入ってくるような、コーディネート3つ目コーディネートでございました。ではですね、4つ目コーディネートいきましょうか。ボトムス、そうですね、ボトムス。はい、続きましてですね、4つ目のコーディネートでございます。最近こうやってね、気持ちゆったりなシルエットと、あとシンプル、無地なね、コーディネート、とても気に入っております。で、足元がですね、定番中の定番ですね、CT70 でございます。で、ボトムスが先ほどの色違いのレッドキャップ PT32 でございます。入りがね、本当好みでございますね。気持ちゆったりなシルエットでございます。で、さっきと同じ30インチになります。で、トップスなんですけれども、無印良品の最近購入したばっかりの、シャツ素材なんだけれども、形が T シャツのトップスを着ております。ここね、ラグランスリーブが特徴で、とても着やすい。で、このね、買った時の動画もしね、見ていらっしゃらない方いらっしゃら概要欄にリンク貼っておきますので見ていただければと思います。ほんとねこれ着やすいです。軽いしで今まで持っていなかったようなアイテムなので、また自分のねこうファッションの幅っていうかそのあたりもね広がったようなこう一着になるのかなっていうのはね、感じはありますが、いかがでございますでしょうか。でサイズになるんですけれども、サイズが、これがですね2サイズ展開になりまして、S から M、L から XL のサイズ展開で、僕がちなみに L から XL のサイズを着ております。このね、ゆったりした感じがですね、今年の私の、服装、うん、もうとても好きですね。ということで次が、5つ目、いきたいと思います。はい、続きましてですね、5つ目のコーディネートでございます。まあね、最近こういったね、色合いもですね、とても好みなんですよね。で、足元はですね、2つ目のコーディネートと同様、ニューバランス990V5 に対してのオアスローのファティーグパンツ。ただね、2つ目のコーディネートと違ってもう一折りしておりますので、まあ、素肌がですね、見えるような丈感に合わせてみました。で、トップスがですね、オニータのですね、ポケット付き T シャツ、ポケット部分がメッシュになってまして、裾の方がですね、これドローコードついてるんですよ。で絞りを入れてちょっとこう膨らみを、まあ、持たせるというかですね、まあ、なんていうかな、普通だったらこうダボってなるじゃないですか。それをこう絞ることによって丸みを持たせる、このね新しい感じ、いやこれで対してのオアスローのファティングパンツ履いて、ニューバランス990V5 のグレー履いて、
この色とか多分僕去年とかだったらあんまり手に取ってなかったカラーだと思うんですけれども、今年はねがっつりこっち系好きですね。だからねこのカーキとかオリーブとかベージュが多分結構ミリタリー系のカラーが好きなので、だからね取り入れやすかったっていうか自分の中でも納得できているような色合いカラーリングになるんではないかなっていうふうには自分ではね思っているんですが、でオニータの T シャツがですね、ちなみにこれ M サイズなんですよ。 M サイズでややゆったりの作りになってますね、カラーが確かカーキだったと思います。いかがでございますでしょうか。このカラーリングいいですね。こう自分でね上から見てるんですけれども、この感じめっちゃ好きですね。ということで、続いてが6つ目ですね、いきましょう。はい、続きましてですね、6つ目のコーディネートでございます。足元がですね、先日購入いたしましたスペルガのスニーカーでございます。あえてのスペルガですね、とても履きやすい。で最初ちょっと生地固めだったんですけれども、だんだんねこう馴染んできてる感はあるので、まあより一層ね育てがいがあるんではないかなと思っておりますが、いかがでございましたでしょうか。このさ、これからの季節のこの真っ白なスニーカーっていいですよね。まあコンバースのオールスターとか、まあねいろいろ白スニーカーあると思うんですけれども、このスペルガっていうのがねまたね個人的にねハマっちゃいましたね。でボトムスがですね、レッドキャップの PT32 でございます。白スニーカーでこのネイビーのですねボトムスっていうのはまたいいですよね。でトップスがですねオニータの、ここサイドに、ね、ポケットがついてるんですよ。サイドにポケットがついている、気持ちゆったりのねシルエットの T シャツを合わせてみました。まあ、ポケットはね、まあ、あくまでもデザインですね。あんまり使うことはないかなと思うんですけれども、まあ、無地 T でもいいかなと思ったんですが、少しこうね、シンプルだから T シャツでね、こうデザインがあっても面白いかなっていうふうに思っております。全体的にね、この、やっぱ白、ホワイトネイビー、白ハサミのネイビー、いいですね。とてもね、個人的に気に入っております。このねオニータの T シャツもゆったりシルエットだから、まあ、今年のねこう自分の中でのこの、まあ、着たいシルエットに、まあ、ストライプというかねズバッと着たんではないかなと思っておりますが、いかがでございますでしょうか。はい、最後の組み合わせですね、少しこう明るめの T シャツを着てみました。足元がですね、コンバースのオールスターでございます。この組み合わせだったら結構どのスニーカーでも合わせやすいなって思ったんですが、まあ、一番こうベーシックに履けるかなっていうことで CT70 を選んでみました。でボトムスがですねレッドキャップのカーキの PT32 でございます。タック入りいいですね。この腰回りゆったりする感じとてもね気に入っております。これ本当買ってよかったなと思いますね。でトップスがですねユニクロ U のオレンジカラーの T シャツでございます。サイズはちなみに L サイズでございます。いかがでございますでしょうか。このねこのアメカジ系な雰囲気とてもまあね好きですね。まあ今日組み合わせたコーディネートどれも好きだし、なんていうかな、また去年とね違うようなコーディネートが自分の中でできてるし、ほんとシンプルなものっていろんな組み合わせがまた楽しめるじゃないですか。そこら辺も気に入っているかなというような感じもありますが、いかがでございますでしょうか。最後ね、これにノースフェイスのさ、ショートパンツ合わせて、ちょっと、合わせてみましょう。はい、最後ね、ちょっと組み合わせしたくてですね、合わせてみたんですけれども、このオレンジに対してのブラック、いいですね。これは全然あるじゃないですか。で、このノースフェイスのショートパンツの履きやすさ、ほんと半端ない。めちゃくちゃ気に入ってますね。いやでもそれにしてもオレンジ、ブラックいいっすね。何回も着替えたからもう髪の毛セットがぐちゃぐちゃになりましたね。ということでキャップかぶりました。で、今日はですね、いろいろなね服装っていうか、まあ、最近まあ重複する部分もねあるんですけども、おそらくそれは多分自分の中ではですねかなり気に入っているコーディネートなんじゃないかなとか思ってみたりですね。で今から編集して、まあ、その、ね、編集した時も楽しいんですよ。あ、これだったらもうちょっとこういう感じがいいかなと思ったりすることもあるし、あ、こういう風に見えるんだとかさ、まあ、そのあたりもですね、ちょっと楽しみの一つなんですけれども、まあ、いろいろね、こう着てみて、まあ、去年とも服装違うし、まあ、今後、夏、秋、冬に向けて何をね、こう買ったりだとか、何を着たりしたらいいのかなとか、
ちょっとこう自分の中でもですね、一つ一つこう整理しながら、まあ、ファッションをですね、今後もですね、楽しんでいけたらなと思っているような、まあ、コーディネート動画かなというふうなね、感じもしてみましたが、ということで今日は終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今日もね、こういろいろ合わせてみたんですけれども、まあ自分の中でね、結構好きなものって今の時期ですね、こう今着たいもの、好きなものってだいぶ絞れてきたかなっていうふうに思っているんですが、まだまだね、欲しいアイテムはやっぱあるわけですよ。まあ、それをまた取り入れて、まあ、どういうふうにこう合わせるか、まあ、それをね、考えるのがやっぱりね、ファッションって楽しいんじゃないかなっていうふうに僕はね、個人的には思っております。